スノーマン・メグロハスが7月ドラマで試練のダークヒーロー役、ジャニーズが何色も。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ジャニーズの人気グループ、スノーマン・メグロレン26が7月期の TBSK 連続ドラマ、トリリオンゲーム。 金曜午後10時で、レンドラ単独初主演を飾ることが決まった。ただ、役柄がメグロのイメージと侵略のダークヒーローだったため、ジャニーズ事務所は当初、渋ったという。同名漫画が原作で、メグロは人たらしで1兆ドル、トリリオンダラーの荒稼ぎをもくろむわがまま男を演じる。昨年10月期のフジテレビ系。 サイレントや今年の NHK 朝の連続テレビ小説、舞い上がれ。デブレイク氏いずれも高青年を演じてきたが今回のドラマは正反対の役柄だ。メグロも自分自身と侵略のキャラクターなので自分がどれだけ演じられるのか不安もありますが、ワクワクしています。とコメントした。主演決定までには、うよ曲折あった。メグロへのオフーにジャニーズが渋ったというのだ。 TBS のゴールデンプライムタイム午後7から11時の連ドラは3本放送されている。金曜午後10時の他は火曜午後10時と日曜劇場の日曜午後10時だ。TBS 関係者の話。 昨年秋に示された資料では火曜10時には福原洋さん主演で1840から2人なら夢も恋もから日曜劇場は酒井正人さん主演でイーアン・ビバンと内定していましたただ金曜10時ではトリリオンゲームで内定していたけど主演は未定でした3本のうち唯一決まっていませんでした TBS は複数の俳優を検討した上で、メグロにオファーしたが、ジャニーズはメグロさんがダークヒーローのような役を演じきれるか不安したようです。イメージが崩れないかと懸念もあったようで、それでオファーに尻込みしたと聞きます。どうジャニーズ勢で、スノーマンの人気は随一。中でもメグロのそれはナンバーワンと言っていい。他の人気グループでは、 キングピンスが挙げられるが、平野耀らメンバー3人が22日をもってグループを脱退するため、パワーダウンは不可避。それだけに、スノーマン、特にメグロへの期待はさらに高まっている。メグロさんはこれまでにない役を演じきれば新境地を開拓でき演技の幅が広がる。ジャニーズもメグロさんの将来性にかけて、ゴーサインを出したようです。どう 同作の松本明子プロデューサーは、メグロの演技について、毎回グイグイとその世界に引き込んでいくメグロさんのお芝居に魅了されまして、とコメント。今回ご一緒できること本当に嬉しく思っておりますとした。メグロにとっては試金石となりそうだ。東スポウェブ。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。 圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。